でやりました。浜松カバーミニバスケットボールスポーツ少年です。浜松選抜に選んでもらって、周りの子より上手な子と一緒に練習ができたことです。浜松開誠館中学です。中学の顧問の先生に誘われて、で姉も入ってたので頑張ろうかなと思って入りました。3年生で最後の夏の大会で県優勝できたことです。中学はとにかくやらないとやらないとみたいな感じでみんな向かっていく感じで、でも高校は戦術とかディフェンスとかそういうことを徹底してやっているチームです。全国ベスト4です。